縫うだけじゃなくて、それを縫う前の準備の部分もやるようにしています。まあ、毎日朝は一回確認をするんですけど、やっぱ縫っていてもそのちょっとずつ緩んできたりとか、急にきつくなってしまったりっていうことは温度とか湿度とかにも影響しているとは思うんですが、やっぱそういうのを確認しないと、数をたくさん縫っても使えなくなってしまったら困るので、まあ、ちゃんとこまめにチェックをしながら、はい、行っています。まあ、どうやったらこれ次の失敗が少なくなるかなっていうことを、まあ、今まさに考えて縫っている段階で、次の人に僕たちはバトンをこう仕上げの方に、まあ、渡すのが一番のこう、その積み重ねでお客様のところに綺麗な商品が届くと思っているので、お客様のことをこう、まあ、想像しながらも、まあ、とにかく綺麗に仕上げて、なるべく多く、まあ、コミュニケーションを取りながらやってます。ミッシン工程で上がってきたもの、綺麗なものもあるんですけれども、やっぱり一つ一つチェックしていかないと、まあ、たるみ、緩み、他のものが混じってたりとか、商品にならないものもありますので、一つ一つ、チェックしてお客様に自信を持って届けたい